はい、こんにちは。エバーグリーンプロスタッフ茂典弘です。今回ついに満を持して出ましたエギングロッドフェザージャーク77と86です。エギングロッドってさ、まずキャストします。次は何しますか？しゃくります。そのしゃくりを超楽にするためのロッドと思ってください。1日の中のしゃくりって20回も30回も、まあ距離が出たら40回もしゃくれる要素はあります。それを超楽にしたのがフェザージャーク。1日中しゃくって中の浮きつけてこうやって休憩する間がないの。エギングって止めたら沈むの、沈んだら根がかりするのっていうのがあって、1日中しゃくるための竿と、なんで楽な竿、めっちゃ楽な竿という言い方をするかというと、1日しゃくります。じゃあどうする？投げてしゃくります。しゃくったっていうことは、なんていうのかな、しゃくった回数イコール超過、その辺に結びつくんで、めっちゃ軽くします。1日釣りができるという、スタンスで軽い竿を作ってます。で、あと次はしゃくりというのが一番釣りの中で重要。そのしゃくりを楽にする、まあ、竿なんですけど、そのしゃくり方一つで違うわけでしょ。しゃくる動作というのはバットが針があって、ベリーにかけてシャープに曲がります。で、ティップが入ります。バットで上げて、バットで上げてベリーに乗せて、ティップで受けて、ティップが跳ねて戻ってしゃくれるっていう、動作をずっと続けていくのが楽にしゃくるコツなんです。ここを持ち上げてベリー曲げて先っぽ曲げる、もうこれがもう超簡単にできる、1日通じて楽にしゃくれる竿っていうのがフェザージャークです。はい、フェザージャーク77、このサロッドは、とりあえず取り回しが楽、軽くて短いアジングロッドの延長みたいなんで、エギがつけれるという 3.5 のエギつけて港に行ってポイッと投げて、そこつけてそこからぶってしゃくってきた、っていう釣り方で使いましょう。体格の、ね、大きくない小さい人、女性にはしても子供にしても、その小学生ぐらいやったら普通に扱えると思う。77いかがですか？はい、フェザージャーク86、もう持った瞬間軽って思ったね。さっきまで77やったけど、俺のコンセプト、絶対っていうか昔から言って 8.6 フィート、一番最初に作ったのが86やったから、もう86でええやんっていう流れで今まで来てます。堤防でもこういう磯でも、ね、なるべくなら、下に風の影響を受けるエギングが、風の影響を受けにくい長さっていうのが大体 8.6 フィートかなと思ったからやってます。まあ、俺の中の軸86の長さといえば86というのが軸に一つあります。ぜひ手に取ってみてください。